皆さんこんにちは、あかりことしたあかりです。さあ今日はですね、っていうか最近なんかすごい服とか一緒ですよね、ごめんなさい。もうすっごい動画のまとめで利用しててね、すごい背景とか服とかすごいずっと一緒で申し訳ないんですけど、ご了承ください。本当にちょっとね、東京連泊が続いていまして、ストックを取らないと今ちょっと東京に旅立てないっていう状況なので、ご了承ください。ということで今日もやっていきたいと思います。今日はですね、こちら見て、アイラインが曲がっています。ということで15度曲がっているこちらのアイラインをレビューしていきたいと思います。それでは今日も行きましょう。あかりの女子力動画スタートです。はい、ということで今日はですね、すごいね、こちらレビューしてほしいっていう声がすごく多かったし、私も CM 見てなんじゃこりゃーと思って気になってたアイラインですね。メイベリンハイパータイトライナーの BK1 ということで、ブラックのカラーですね。ブラウンはなかったんじゃないかな。私がね見た時にはね、ブラウンはなかったです。目の際にラインを引くことでまつ毛の密度がアップしたようなメイク方法が作れる。見てもらって分かるように、まっすぐではなくここが15度曲がっているアイライナーですね。なんかこう鉛筆を持つみたいに、こう曲がってるとこを下に向けて持つみたいです。こうなんかね、普通のアイラインでこうピッて開けるけど、そうやったら開かなくて、こうキャップをくるっと回さないと開かないみたいです。おお、斬新。開けるとこんな感じで曲がってますね。まあとりあえず手に書いてみるわ。なるほど。こうピッてやったら太くもいくし、こう細くもできる感じだわ。色自体はすごく漆黒ですね。こうピーってやったらすごい太くもいくし、こう細くもいく感じ。角度によってそれが調節できるような感じになってます。で、なんかこう筆っていうか、こうフェルトタイプになってるから、このフェルトのとこをうまく利用して、まつげとまつげの間を埋めていくスタイルのアイラインって感じかな。で、塗ってからこうガーってこすっても全然にじんでこないので、すごい密着度は高いですね。でもなんかメイクブラシとかでこうさーって拭くと結構割と簡単に取れるので、ウォータープルーフっていう風には書いてないので、汗とかにはめちゃくちゃ強いわけではないですね。今日はね、マスカラとかはね割とがっつり塗ってるんですけど、ちょっとアイライン引いてないので、この目に引いていきたいと思います。どうなんだろう、普通のアイラインよりやっぱ描きやすいのかね。こっちの目からやっていくね。お、すごい、なるほどね。普段なかなか黒のアイライン引かへんから、ちょっときつく見えるかもしれないんですけど、こっち塗ってみました。塗ってない方と比べると、目力の出方すごくね。すごいわこれ。わかった、何が描きやすいのかっていうと、こう埋める時に本当にこの15度が役に立って、すごいねインラインが描きやすいのと、このフェルトがすごい描きやすくて、アイラインの密着度が高いので、インラインってこう塗ってもなかなかね、ここまでね発色されることってないんですよ。多分インライン引く人わかんない、わかると思うけど、私インラインリキッドで引くと本当にちゃんと引けなくて、結構だからペンシルが一番ごまかせるのでペンシルで引くんですけど、これは本当にこの15度の角度をこう利用して端から端までしっかり埋めれるので、まつげとまつげの間を埋めるラインっていうのすごい意味がわかった。アウトラインも割とちゃんと描けるし、この角度をうまいこと使って、この目尻の延長ラインとかもしっかり描けるので、描きやすい。なんか今までアイラインってまっすぐだったから難しかったんだなっていうのがすごくわかる。なんて言ったんやろ。この角度があることによって、こう、埋めたいところが、今大事なところや。埋めたいところがすごいね。おいおいおい、今大事なところやって。埋めたいところがうまいことこの角度を利用して埋めれるし、やっぱしっかり埋めた分目力の出方がすごいですね。まあ、仕上がりはざっとこんな感じでございます。どうだろう、これさ、下とかも塗ってがっつり囲んでみる。ちょっとでもこの粘膜のとことかってさ、すごいさ、普通のリキッドラインで結構弾いたりとかしてさ、塗れないじゃん。でもこれね、すごい密着度が高い。はい、こんな感じで囲んでみました。わかるかな。こんだけアイラインで囲むメイクって今もう流行ってないから、ちょっとトレンド感はあんまないけど、正直今までリキッドラインでこんだけ囲もうと思って結構ね、にじむから囲みにくいなと思ったし、まあなんせ塗りにくかったから、あんまりこうリキッドでやるよりまあにじみやすいけど、ペンシルであった方がまだ描きやすいなって思ってたけど、このなんかここがフェルトなのと、こう角度でこう埋めやすいっていうのはすごいわかりましたね。塗りやすかった、すごく。そういうことねっていう感じ。
ただ私的には本当に黒のライン使わないので、まあ茶色が出てほしい。あんのかな？茶色が出ない限りはこうあんまりがっつり使うことはないかなと思うけど、まあ撮影とかでこういうメイクが必要な時とかにはすごい使えるかなと思うから、まあ、家に置いとこうとは思うんですけど、まあ、とにかく見やすかった。だから黒のラインとかで普段しっかりこうインラインとか埋めてたり、まつげの間埋めたいなって思ってる人とかはすごいいいかもしれない。あとなんかさ、さやねみたいにさ、ここのさ黒目の下のラインとかこう引きたい子とかはすごい密着度が高いし、本当にこうインラインとか特に下なんて引いちゃうとどんどんこの目の中からこう滲んで、こっちが下が黒くなるけど密着度がかなり高いので、そういった心配が全くないのでいいなっていう風に思いました。なんかでもすごい不思議だなっていう風に思ったんですけど、あ、塗ってそういうことねっていう、なんかすっきりした感じがあったかな。はい、ということで今日はですね、こちらのメイベリンのこの曲がったアイラインをレビューしてみました。この動画が参考になったなって方はぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次回の動画もお楽しみに。あかりんこと吉田あかりでした。バイバーイ。One, one, 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 one,